ストーンズ田中樹、ビーフファーストン涼希、三代目エリー、ザ・ミュージックデーでラップコラボ。どうも皆さん、こんにちは、クーです。はい、今日はですね、昨日放送されたザ・ミュージックデーの方でですね、最近よく多いね、その他事務所との交流というかコラボが増えてる中で、ダンスコラボとかって非常に多いじゃないですか。音楽の日とかザ・ダンスデーとか、本当にこのダンスっていうもので通じてる部分あると思うんですけど、今回、まあ、その珍しい新しいジャンルのラップで3代目 JSOULBROTHERS のエリーさんと SixTONES の田中樹くんと BE:FIRST の涼希、この3人がエミネムを歌うっていう、まあ、このまあそもそもこのラップメドレーで涼希が入ってくるのとこの樹が入ってくるの、そこがまずすごいというか、いやこれってもう今の若手のラッパーはあなたたちですよって言われてるようなもんじゃないですか。個人的にね、その SixTONES のメンバーってこれダンスメドレーとかダンスコラボの時とかって選ばれにくいと思うんですよ。やっぱりSnowmanのラウルとかがいるんで分かりやすいし、キンプリの高橋海人くんとかもいるしね、上手い人がいて、で BE:FIRST だったらソータくんがいるじゃないですか、めちゃくちゃダンスが上手い。けど SixTONES かってなんか何もこういうのって算出されないんだろうなと思ったら、ラップっていうね、ラップで算出されたらそれ最高じゃないですか、ジュリだったら。でやっぱりその BE:FIRST といったらこれなんとかコラボとかって必ずダンスじゃないですか。ダンスコラボってなったらもう百発百中ソータくんなんですよね。龍平とかはめちゃくちゃうまいんだけど、でもまあ正直分かりやすいのがソータくんってのもあるんで、まあ、ソータくんが選ばれますよね。ただ今回ラップってところで、ソータくんもラップやるけどやっぱり涼希が選ばれる。涼希も涼希節があるじゃないですか、ラップで。マジかよって最高に楽しい部分ではあったし、実際ラップやるときに最初ね、桜井くんがピアノやるんですよ。え、ピアノやんのみたいな、なんでみたいなって思ったら、しっかりねこの涼希と樹くんとエリーさんが最初出てきて、僕はねそのラップっていうのがすごく素人だし全然詳しくないし、なんか解説ってことは全然できないんですけど、この一般ピーポー、この素人から聞いてもこの人ってこういう特徴あるよねっていうのがあって、エリーはね、3代目のエリーはもう完全に洋楽のラッパーって感じなんですよ。この、まあ、見た目もそうだけど日本のラッパーの人じゃないんですよね。完全に海外の人が歌うラップの歌声をしてるんですよ。日本のベーシックのラッパーって感じよりも洋楽のラッパーってイメージがあって、涼希に関してはちょっとねその狂ったラップというか、まあ、これ表現正しくないのかもしれない、でも正しいと思いますね。ラップは別にそういうのいい表現だと思うんで、ちょっと狂った感じ、頭なんかぶっ飛んじゃった感じの怒り狂ってる、なんか怒りっていう感情よりもなんかこのなんだろうね、攻めの感情というか、いつも陽気ってラップ歌う時って目がグイって目開いてるじゃないですか。こういうなんかオラオラを前面出してる。あとやっぱ涼希のラップって息継ぎをねあんましないイメージあるんですよ。でで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 歌った時にもう全然このとか止めるのはないで、もうほんとノンストップ歌い続ける。けどなんかそのノンストップ歌ってる割にはそしてちょっと土地狂ってる感じをね、怒り狂ってるように歌ってるように見えるんですけど、すごく声質とかその歌ってるラップに関してはなんだろうね、癖のない本当に技術が高い人っていう感じがするんですよ。エリーはなんでしょう、洋楽のラッパーの基礎みたいな感じで、涼希は日本のね J-POP のラップの基礎とはもちろん思わないですけど、基本的にそれに近いかなっていう感じがする。で、SixTONES の田中樹くんに関してはそのラップの、その基礎とか、なんか技術面とかっていうのは田中樹っていうジャンルをもう設けちゃってるなと思ったんですよ。これの、まあ、いいところ悪いところってそれぞれあると思うんですけど、なんか技術面とか云々の前に田中樹になっちゃってるんですね、ラップが。でもこれもね、やっぱラップとかアーティストやってる以上すごいいい武器だと思うんですよ。自分のジャンル、自分の型っていうのを持ってるっていうのが。ジュリとかのやっぱラッパー、デデキャリリア、デデキャリリア、みたいな、そのなんか、一個一個の、うわ、うわって止めるときに、その、ダミ声というか、ダミ声でもないんですよね。ダミ声は、結構、涼希の方が合ってるんですけど、ジュリの場合はね、そのダミ声でもないんですよね。ほんと、ジュリの歌い方、田中家のラップの歌い方って感じがするんですよ。なんか本当に特徴あるんだなと思って、
ジュリとかのヒップアーリリナー、デバーガーリリナーとか、うわ、うわ、で、一個一個なんかその、田中節を出してる。で、料金に関しては、ガオリラン、スカリリガオリラン、みたいな、なんか言いたいことわかるかな、攻めてる感じ。多分ね、なんとなくで言いたいこと分かってくれてるかなと思うんですけど、あ、僕ごめんなさい、ラップできないからね、こんな感じだよね、この人って説明ができないんですけど、で、その後ね、20のね、2人もね、加わって、やっぱね、リマ、そうですね、多分リマですよね。やばいっすね。ジブラのね、まあ、娘さんというか、もうジブラね、ジブラに関しては、もう日本のヒップホップ界のなんか頂点な感じしますよね、ラップで言うと。で、まさに田中樹もね、もうほんとジブラさんで、僕は育ってるんですって言ってるぐらいに、ほんとこのジブラっていう日本のラッパー、それの、まあ、DNA というか血筋を受け継いでいるリマ。そしてね、ちょっとびっくりしたのが、桜井くんがね、ピアノで参戦したから、ワンチャン歌ったりすんのかな、どうなんだろうと思ったら、まさかの桜井くんもサプライズで参戦ってところで、桜井翔、エリー、涼希、田中樹と、あと20の2人と、なかなかやっぱこの新しいというかね、まあね、やっぱ桜井くんがね、その技術面がめっちゃあるかとかっていうのは僕はもう全然わかんないし、まあやっぱアンチからしたら桜井邪魔だってなるかもしれないんですけど、まあでもこういうのってスペシャルだから何でもありだと思うんですよ。コラボさえできたら、大会でもないですしね、あくまで他事務所の人たちと一緒にエンタメを楽しもうよっていうところだと思うんで、だって楽しそうじゃなかったですか、桜井くんが当たった時のこのエリーとか涼希の楽しそうな感じとか。ただね、個人的には僕が一個だけ消せないというか、って思うのがね、日本のねラップの曲やってほしかったんですよ。なんでかっつったら、日本人のほとんど英語喋れないし英語聞き取れないと思うんですよね。だから分かりますよ、向こうの楽曲の方がラップって感じがしますし、ラッパーの人たちからしたら向こうのラップを歌えてなんぼって思うのかもしれないんだけど、こうね、すっげえジャパン一般ピーポーの僕からしたら英語全然分かんないし、もちろんメロディーとか分かりますよ、エミネムとかは有名ですし、だから全部の楽曲有名ですし、けどなんか日本語の方がやっぱりなんか個人的には伝わったかなと思いましたね。だから次はね、なんかみんなのね代表曲のラップ部分をメドレーにするとか、なんか日本のね有名なラップの曲が何があるって言われたらちょっとわかんないんですけど、けどそういう日本の、まあ、それこそもうクレバさんとかジブラさんとかの楽曲でもいいじゃないですか、そういうラップの楽曲をこういうコラボで歌ってほしいなと思いましたね。ちょっと英語はねちょっと難しいわと思いました、ちょっと個人的には。まあ英語歌ってなんぼっていうのがあるのかもしれないですけど、はい、今日はですね、まあ、3代目のエリーさん、ストーンズ田中樹くん、ビーファーストの涼希がラップコラボってところで、もうやっぱりそのラップの技術うんぬんは分かんないけど、このスペシャル感たまんねえなってところについてお話させていただいたんですけども、ぜひ皆さんの方でもですね、いやーもっと個人個人で歌ってほしかったなって意見だったりとか、こういう楽曲歌ってほしかったって意見、ぜひコメントで教えていただけたらなってに思います。はい、自分はですね、こういった日本のエンタメについて自分の思うところをお話させていただいているので、ぜひチャンネル登録高評価で応援していただけたらなってに思います。次は日本語のラップで、またね。